さんこんにちは、さとみです。ひなちゃんです。最近ね、ひなちゃんがね、変なとこで寝るようになっちゃって、まあ、これね、なんか動物病院とかに連れて行くときに、まあカゴというか一時的なゲージなんだけど、普通こういうのってあんまりね、部屋にいいイメージないから入りたがらないんだけど、ガンガン入っちゃって寝るようになっちゃったんだよね。だから今までは一緒に寝てたのに、ベッドで全然寝てくれなくなっちゃったんですよ。最近ね、ちょっとひなちゃん動画で見たいっていう風にツイッターでね、多くなんかリプライとかでもらったので、ちょっとひなちゃん寝てるところなんだけど、寝てるとこ映すの初めてだね多分ね。ちょっと前で前も来てたんだけど、あ、見てないし、ピタフリショレやんけ。さっきまでね、一緒に遊んでたんだよね、猫じゃらしで。全然目開いてるね、ひな。ちょっと耳ピクってした。うわ、呼んだら目つぶったよ。なんで？ひな、ひなちゃん、いつも飛んでくるのに、なんで？仕方されとる。あ、ひなちゃん、あいしあいしあ、ひなちゃんかいね。ひなちゃん目やについてるよ。ひな、ひなちゃん目やについてる。かわいいなあお前、ほんとにすごいかわいいやんけ、ほんと。なんかいいした。ひな、ひなちゃん、めっちゃご飯食べたもんね、さっき。眠いの。食べたらね、すぐ寝るからね。ひな。寝てる。これは寝てますよ、これ。普段編集部屋に大体家にいるときはいるから、ねえ、ひなちゃんは編集部屋にめったに入れてあげないからね。あれなんだけど、ベッドにいたら一応ベッドに来るんだよね。本当だからね、こんな眠くても俺がベッドにいたらベッドに来るんですよ。ひな、ひなちゃん、今ベッド行きます。本当にベッド来るからね。こうやってね、ベッドに入ったっていう風に雰囲気をこうやって醸し出す。ベッドいるよ。ひなちゃん、ひな、ひなちゃん、よし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 、なに、ベッドに寝たいの、ひな。ちょっとひなちゃんと寝るんで、バイバイ、ひな、またねー。